これで完成ってことですか？来ました、うどんの自販機ね。以前もね、ご紹介したんですけど、今日はね、いろんなちょっとお力をいただいて、ちょっと違った形でね、そのうどんの自販機を見ていこうかなということで、今日はね、フェンダーショップのもみじの里さんに来てます。あ、すいません、お願いします。何がありますかね。狐と天ぷら。あ、じゃあ狐で、はい、これ一応開ける。あ、ここに落ちてくるから。あ、そうなんですね。ちょっとここ、私のボタンを押したら、これがくるっと回って、はい、カシャンと回ってここに落ちてきて、はい、それでここで調理して、で最後ピュッと出る感じ。とりあえず一回やってみよう。はい、お願いします。いい？はい、あ、じゃあこれ押すわけですね。あ、そこら押しだけ、ほんまはお金入れて、お金入れたとして、あ、はい、今回は特別ということですね。そうで、はい、押してみて、はい、おこうして、ここで湯煎がかかる。これ水切りですね。水切りくるっと回るんです。ああ。だから本当はこう、はい、お汁とお出汁が出て、おー、これで完成ってことですか？そう。ありがとうございます。というわけで、こちらがね、うどんになります。で、先ほどね、中を、見させてもらったんですけど、あれを見たのね、初めてですね。で、箸がで、なんかね、これがないタイプもあるんですけど、それはなんか初期型というか、で、ちょっと新しいやつはこれがなんかその食品衛生法の関係でなんかこういういろいろ書いたりするらしいですね。はい、キツネですね。でね、天ぷらもね、入ってるんですよね。ここのうどんの特徴としては、ね、結構ね、麺が太いんですよね。手打ちですね。うん、うまっ。がね、取れないんで、天ぷらうどん行きましょう。で、先ほど見せたのがこの中で行われているということで、今湯切りをしている作業です。
らがね、天ぷらうどんですね。ちょっと七味入れましょう。ね、なんか結構いい感じのかき揚げと、これさつまいもかな。じゃあ早速いただきます。こちらです。あ、始まるの、うまっ。じゃ隣のうどん屋さんなので、うん、隣のうどん屋さんで、この手打ちでやってるうどんだそうです。というわけでね、今日はね、こんな感じでお届けしました。なかなかね、その中身をね、稼働してるの見ることないんですけど、今日は特別にね、ご縁があって、撮影することができました。もう一回ね、最後に稼働シーンをご覧ください。で、先ほど見せたのが、この中で行われているということで、今湯切りをしている作業です。はい、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。